はい、皆さんこんにちは、タートルです。ふくらはぎを細くしたい人におすすめなメニューを紹介していきます。今回のメニューやることでふくらはぎが必ず細くなります。なぜかというと、ふくらはぎが細くならない原因の一つとして、足首が硬い、ふくらはぎの筋肉が硬い、太ももの筋肉が硬い、この3つが原因になります。立ったまま行うだけです。一緒に頑張ってみてください。そこでもう一つ、今私が着ているタートルフィットネスのロング T シャツを先着1名様の方にプレゼントしたいなと思います。ご応募は動画の合間にキーワードを3つお伝えします。そのキーワードをインスタグラムの DM でメッセージください。こちらから当選のご連絡差し上げます。サイズは L です。ここには私のマークが入ってますんで受け取ってください。それでは行きましょう。まず細くするためのポイントは、足首が柔らかくないといけません。かかとをつけて足を閉じて、体を前にせずに手がももの上につける。これぐらい足首が柔らかいとふくらはぎは太くなりません。まず立ったままで左足を前に出してください。そして足を開いて両足膝を伸ばして、後ろ足のかかとを床につける。つま先はちゃんとまっすぐ向けます。このまま両膝を曲げる。そうすると足首にね、少し力がかかると思います。これでまずは30秒キープしましょう。いきます、スタート。つま先をね、しっかりまっすぐ向けてください。これがなかなかね、硬い場合はやはりふくらはぎの筋肉に歩くたびに瞬発的に力がかかるんで、太くなりやすい、細くなりにくいです。まずね、これで少し膝を曲げて、ちょっと痛いよって方はね、ちょっと膝の角度を甘くしていいです。まずは後ろの足首に力をかけます。よし、はい、 OK。 次は反対です。同じように膝を両方少し曲げてキープ。いきましょう、スタート。両膝曲げて、つま先が開いちゃうとね、足首の角度が悪くなるので、ちゃんとまっすぐ抜けて、後ろのね、足首に力かかる感じで曲げます。今回これやりながらね、ちょっと汗かいてますけど、洗って送りますんで安心してください。です。よし、はい、 OK。 同じ足の幅で今度は後ろの膝だけ曲げます。前足伸ばしておきます。これでキープ。いきましょう、スタート。つま先がね、開いちゃうと思うんだけど、しっかりまっすぐ向けてください。こういう感じでね、つま先がまっすぐ向いてます。ふくらはぎが太い人のほとんどが足首が硬いです。あとはももの力が弱いと足を上げずに足首で歩いちゃうんで、そうなるとね、ふくらはぎが太くなりますので。よし、 OK。 はい、反対も一緒、前足伸ばしていきましょう、スタート。これでね、ちょっと後ろの足の前ももがね、ちょっとストレッチされるんで、ちょっとももが疲れてくるかもしれませんが、30秒だけね、頑張っていってください。ちょっとバランスもね、いいバスが頑張っていきましょう。よっしゃ、ちょっとですよ。有酸素運動としてもね、このメニュー使えますんで、筋トレ後にもおすすめ。はい、 OK。 今度は足をちょっと狭くして、前足のつま先を上げて、後ろの膝を曲げながら前かがみになります。いきましょう、スタート。後ろ足の角度はね、どこでもいいです。前足をしっかりね、つま先上げて前かがみになってください。こういう感じで、ふくらはぎともも裏が伸びてればいいです。かかとにね、重心がかかるだけでもふくらはぎって結構伸びるんで、これがもちろん膝が曲がっちゃうとね、ももに力が入るけど、膝伸ばしたままでかかとに重心かけると、ふくらはぎすごいね、伸びます。よし、 OK。 反対も一緒です。いきましょう、スタート。しっかりね、つま先がどんだけ上がるかっていうのがね、ポイント。あんまり足首がね、上がらないよっていう人はね、ふくらはぎが長くなって大きくなるので、しっかりね、つま先を上げて筋肉を柔らかくすると、ふくらはぎの無駄な筋肉が落ちて細くなります。頑張っていこう。よし、
OK。 ここで一つ目のキーワード、か。ひらがなのかです。今度はつま先を開いて、ここでかかとを上げて、これでバランス取りながらキープ。いきましょう、スタート。これでキープ。これだけでもね、ふくらはぎの位置がすごく上に上がって、筋肉やおくなって、足首細くなってね、足首からあんまり太さの変わらないようなふくらはぎをね、作ることができます。ただこれでキープ。あんまりかかとはね、ここで上がらないように、膝しっかり伸ばして、よーし、 OK。 今の足の幅で、今度は片方膝を曲げながらかかとを上げる、こういう感じ。いきましょう、スタート。これね、あんまり負荷がねかからないようにふくらはぎを動かしてます。どっちかというと重心は伸ばしてる足、こっちじゃなくてね、こっちこっちっていう感じで、あと少しですよ。はい、OK。 はい、今度左右に揺れながら、つま先はこれぐらいの角度で、体重を移したら反対足はかかとをしっかり上げる、足の甲を伸ばします。体重を動かしたらこっちを伸ばす、とにかく強くね、ふくらはぎを持ち上げてください。いきましょう、スタート。こんな感じです。重心をこっちに移したら足の甲を伸ばす、ですが地面をね少しタッチしたままです。これで足の指の力がつくんで、浮き指解消になります。そしてしっかり足の甲を伸ばすことで、ふくらはぎの位置がね上がって細くなります。ここで2個目のキーワード、目。ひらがなの目です。はい、 OK。 ラスト、足痩せするためには足のラインが大切です。ほとんどの方が股関節が内側に向いて X か O になってます。それを解消するためには、股関節を開く外旋の動きが大切です。これを片足前出して、つま先を外に向けて股関節からひねります。いきましょう、スタート。後ろ足はね、まあ、伸ばしてもいいです、曲げててもいいです。とにかく前足を、股関節を開く、そうすることでね、お尻周りの筋肉が動きやすくなるんで、足のラインのね調整にもなります。あとちょっとです。ふう、よーし、 OK。 はい、反対ラストです。いきましょう、スタート。これね、反対の足をね曲げてて重心かかってると思うんですけど、これがね中殿筋にもねしっかり効いてるんで、お尻の形が良くなったりね、骨盤がねキュッと締まりやすくなるんで、大転子とかね飛び出てる方とかにもおすすめ。よーし、あと少しです。はい、 OK。お疲れ様でした。今回ね、ふくらはぎを補足する方法ということで紹介させてもらいました。基本的には動かして伸ばすっていうイメージがふくらはぎを補足するポイントです。そして最後、キーワード、ひらがなのだ、たに点々です。これが3つ目のキーワードです。インスタグラムのメッセージの方からキーワードをお伝えください。1名の方にこれをプレゼントします。今回もご視聴ありがとうございました。